はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みどもです。スーパー戦隊、仮面ライダー展ゲームキャラで街を作るの2回目の撮影です。やったー。で、前回倉庫の場所を決めたんですが、その場所をですね、ちょっと、生きやすくするために、こちら、やりました、裏で。で、今から倉庫作りやります。なぜ街づくりをやってるか、街づくりになったのかっていう話、多分第1回目とかするの忘れてたんで、なんか街づくりっていうか、特撮はあの街づくりしたら面白いなっていうのが元々の企画案だったんですよ。で、街づくり、でいいんじゃねって適当に思って、なので、ちょっといろいろ後ありますけど、あれしてます。一応クリエイティブ使えるようにしてだけは設定してます。多分この動画的に結構、動画先、十何日とかなと思いますけど、撮影日は1月4日です。やっと仕事始めですよ、今日は。仕事始めなので、疲れてはいますけど、頑張ってます。で、1月から、2022年の1月から、毎日走行します。なので、現時点でかなりのストック上げてます。今年一番やりたいのは、仕事場のメンバーさんたちと、他の YouTuber さんとも本当にコラボしたいです。一応ベテルの風の、チャンネルの概要欄を下に貼っておくの、概要欄に貼っておくので、チャンネル登録よろしくお願いします。中の人頑張って編集もしますけど、これはこのチャンネルはざっくり編集です。ざっくり編集しませんけど、編集を覚えたらちゃんとやりますので、皆さん。よろしくお願いします。ちょっと一回。いろいろあれしてますけど、さしてください。マジでこの、そもそもが簡単じゃないんですよ。だって、くたくたのな、やりながら撮ってるんですからね。ちょっと倉庫を広げるので多分何パートか倉庫作りになりますね。一発で作れいいと思いますけど多分、動画の尺。動画の尺なら、なんやらで多分、ちょっとパートが伸びるようだったら途中でやめる可能性ありますけど、倉庫作りです。
と思ってよ。まあいいや。よいしょ。おー、一瞬チャンク抜けしたけど問題ないですね。ちょっと、後でここも、いや今そので、ちょっとパート数かかりそうなのですけど、倉庫作りを、まず整地と倉庫作りやんないといけないので、まず、整地をやりたいと思うんで、一回、倉庫作りは一回中止しまして、やりますので、ちょっと、OK、パートまたぎますので、一回締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。